ただいまっと。え、誰だ。よう。なんだヤマトか、どうした。そのあれだ、お前に言い忘れていたことがあってたな。あ、俺は別に妄想が壊れたことは気にしてねえからな。黒歴史を消してくれて感謝しているくらいだからな。じゃあそれだけだから。あ、おいちょっとって切れてんじゃんか。もしかしてあいつ水木のこと気にして。ははは、年下に心配されるなんてなんかかっこ悪い。なあ水木、どうしてなんだ。教えてくれよ。俺たちはいつも一緒だったじゃないか。なのにどうしてお前だけは巻き込みたくなかったのに。お前何してんだよ。え、お前だよお前。僕。ああそうだ、一人なのか。うん。だったら俺と一緒に遊ぼうぜ。え、一人じゃ退屈だろ。君は。俺は橘朝日、立派な花にみんなを照らす朝日だ。僕は相原瑞希。瑞希、だったらお前は今日から俺の友達だな。どうして。当たり前だろ、俺は太陽、お前は。あ、朝日さん、おはようございます。ああ、おはよう。あら、珍しく間に合ったじゃない。ああ、うん。どうしたの。ちょっと懐かしい夢を見てさ。レディオ会館とこの妄想、まだ入り口は見当たらなかったぜ。ありがとう、ヤマト。琴美さんもカノンさんも、一体どこにいるのでしょうか。他の妄想機を探すか。中に隠れている可能性もあるんだろう。もう朝一で見て回ったわ。琴美ちゃんもカノンもどこにもいなかったの。なんだそうだったのか。こうなったら足で稼ぐ他になさそうね。なああそこへ行ってみないか。あそこ、スミレのエデンだよ。あの情報や何か知ってるかもしれないぜ。明美さんのところですね。でもこんな時間からやっているのかしら。それにあれからメールもないわよ。とにかく行くだけ行ってみようぜ。あら、やけに乗り気じゃない。別に普通だ。ああそういうことか。お前あれだろ、バーとか情報屋とか憧れてるんだろ。うっせえな。ま、行くだけ行ってみましょうか。悪い人じゃなさそうだし。今カメラの音が聞こえたけど。ああ、聞こえたな。それにフラッシュもこっちを向いてた。まさか盗撮。いや、ないない。やっぱり私が可愛いから。はいはい、前から気になっていたのよね。たまにこうして視線を感じることがあったの。はいはい。なんだか視線だけじゃなくて噂話をされているような気もしてたのよ。はいはい。ちょっと私は本気よ。なんだかさすがに怖くなってきたわ。ねえ朝日、私と一緒に視線の正体を突き止めてよ。いや、ただの気のせいだって。
気のせいじゃないわ。何か事件の香りがするの。まずは盗撮犯を探し出すわよ。ほら、この辺りを探しましょう。え、マジかよ。おいら喉乾いたっち、買いだめしておきたいっち。セーブするっち、上書きに気をつけろっち。え、またさっき、あいつだ。おお、よく撮れてんじゃん。見つけたわよ、盗撮犯。やば。ちょっとその写真見せてもらってもいいかな。あー、ちょっと。わ、マジでサキが写ってるよ。ちょっと何よその顔。それじゃあ自分はここで。待ちなさい。あなた何が目的で私を盗撮したの？答えようによってはただじゃおかないわよ。盗撮じゃねえし、ネットにあんたの写真がアップされてたから有名人かと思って撮っただけだし。え、有名人？ねえ、ちょっとどういうこと？一体どこで私の写真を見たの？は、友達が見せてくれたから。どこのサイトかまでは知らないけど、でもあれは絶対に君だった。じゃあそういうことで。写真ちゃんと消しておきなさいね。いい？わかった。はい、すみませんでした。なあサキ、なんでお前の写真がネットに？そんなの私が知りたいわよ。もしかしてどこが盗撮サイトに？そういえば前にあけみさんが言ってたよな、秋葉じゃ知る人ぞ知るって。だけどそれは妄想関係だよね。さっきの男の人、妄想とは無縁そうだったわ。仕方ないわね。朝日、真犯人を突き止めるわよ。ま、確かに気になるな。いいよ、手伝ってやる。本物？ちょっと怪しいわ。話を聞いてみましょう。もしかしてあなた私のこと知ってるんですか？ああ、やっぱり本物だ。だって君あれだよね、ちょっと前にネットで話題になってた子だよね。やっぱり実物の方が可愛いな。か、可愛い？おい、サキ。危ない、敵の罠に引っかかるところだったわ。敵って誰だよ。だけどやっぱり彼氏いたんだね。だから違うって。ていうかなんでサキを知ってるんだ？さっき言ってたよな、ネットで話題になってたって。もしかして盗撮サイト？え、盗撮？いや、きっと違うと思うよ。だってバッチリポーズ決めてたし。私がポーズを？ちょっと待ってね。あ、ほら、このサイトだよ。このサイトを見れば謎の盗撮犯が判明するのね。それじゃあ早速見てみるか。ここじゃあなんだ、人通りの少ない場所へ行こう。どれどれ、一体どんなサイトなんだ？って、これは！ねえ、どうしたの？本当に私の写真が載ってるの？載ってる載ってる。しかも、なんていうか。なんていうか？みんなめっちゃエクセレントしてる！エクセレント？お気に入りの写真にエクセレントボタンを押す仕組みなんだよ。ほら、見てみろよ。可愛いだの、服のセンスがいいだの。そうなの？っていうかこれ、普通に街角の街頭スナップじゃん。だけど、秋葉原の美少女特集って…いや、まさか、サキが美少女だなんて。何か言ったかしら？言いました。つかさ、全然盗撮じゃないじゃん。サキ、この写真、覚えてないか？覚えてないわね。
だけど許せないわ。私の写真を無許可で載せるだなんて。アサヒ、これは一体どこかしら。そうだな、この背景きっと裏通りじゃないかな。犯人は裏通りにいるのね。盗撮犯を捕まえに行くわよ。無許可って感じしないけどな。セーブポイントって忘れずにしとけっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。まさか犯人って。これで萌えたんに。なあネクラ君。君は。あれ、確かあなたは萌えの追っかけのネクラ君だ。ま、俺たちのことは覚えてないだろうな。どうしたの。僕に何か言おうかい。どういうことだ。なんでネクラ君が先の写真を。あ、そういえば、あの、すみません。え、私。そうです、あの、写真を撮らせてもらえませんか。え、写真。ファッションスナップの秋葉原の写真を。お姉さん綺麗だから。それで、どうしよっかな。今日は気分もいいし、いいですよ。ありがとうございます。サキ、どういうことだ。そういうことよ。ええ、撮られたわ。開き直んなよ。だけど俺はお前よりネクラ君の方が興味あるんだけど。僕に。いや、萌え以外もさ、写真撮ったりするんだって思って。バイトだよ。カメラマンのバイトしてるの。へえ、そうだったんだ。っていうか前に会った時、サキのこと忘れてたよな。萌えたん以外、興味ないからね。それじゃ。サキへの賛辞は社交辞令だったみたいだぞ。すべては萌えのためだ。でもまあいいわ。おかげで謎も解けたことだしね。だけど珍しいな。え？いつものサキなら写真とか断りそうだなって思って。そんなに気分が良かったのか。ああ、そのことね。確かあの日は学校のファッションショーだったのよ。学校？ファッションショー？あれ、行ってなかったっけ。私ね、普段は服飾の専門学校に行ってるのよ。で、あの日はファッションショーだったの。って言っても学生のだけどね。結構楽しかったんだ。スポットライトが眩しかった。通りで。いや、あの写真なんかいつもと雰囲気が違うなって思って。そんな。そうそんな感じ。チーク派手だったし、アイラインきつすぎ。それにさ、つけまつげだって。で、朝日。あら、いらっしゃい。でもまだ準備中なのよ。ごめんなさい。え、朝日ちゃんたちじゃない。あ、こんにちは。カノンちゃんのことを聞きに来たのかしら。それともコトミのことかしら。コトミちゃんを知っているんですか。あたしを誰だと思っているの。レディオ会館を侵食した妄想とコ
コトミの失踪。それであんたたちはコトミを探しているのね。ああ、その通りだ。きっとそのコトミが妄想の原因なんだろう。ヤマトちゃんのその目、クールで好きよ。いいわ、あたしの知ってること教えてあげる。コトミはね、秋葉原に古くから存在する名家のお嬢様よ。メイドの吉野は知ってるかしら？ああ、うん、会いました。コトミの両親は海外にいてね、ずっと吉野と二人で生活をしているのよ。聞いた話によると、もう10年以上も前から二人ぼっちね。ってことは、ずっと小さな頃から。ま、吉野がいたから両親は仕事に集中しているのかもしれないわ。だけどね、そんな環境で育ったせいなのかしら、吉野以外には心を閉ざしているの。学校に行かなければ友達もいない、いつも自分の殻に閉じこもるような生活だ。そう、小さい頃からずっと自分の世界に閉じこもったままなの。だから誰よりも妄想に近い存在だったの。そしてカノンさんがその背中を押したってことでしょうか。カノンちゃんが実在しているのならね。やっぱりあの妄想はコトミちゃんなんですね。ねえサキ、それでもあんたコトミの妄想を壊すつもり？え？妄想ってそんなに悪いことかしら？だってこのままじゃ永遠に繰り返す今日に閉じ込められたままです。妄想を壊さないと世界を守ることができないんですよ。世界を守るね。私もね、ずっと今日のままじゃ困るわ。でもね、一つだけ覚えていて、まっすぐな思いほど知らずに誰かを傷つけてしまうことがあること。え？まあ、いつかわかる時が来るわ。あれ、こんな時間からお客さんですか？あら、かなたちゃん、お帰りなさい。こんな時間にこんなに人が。あ、どうも。はじめまして。ほら、前に話したじゃない、この子たちが朝日ちゃんたちよ。どうもこんにちは。僕、早乙女かなたです。こんにちは。かなたちゃんはね、うちでバイトをしているのよ。どう、キュートでしょう？とっても可愛いです。それにとっても細いです。この子の妄想はすごいのよ。神が作った二重螺旋さえも凌駕しちゃうの。妄想がわかるんですね。安心して、害はないわ。自慢のメイドなの。可愛がってあげてちょうだいね。かなたちゃん、買い出しご苦労様。重かったでしょう。あ、いえ、大丈夫です。外はどうだった？何か変わったことはなかったかしら？変な人にぶつかりそうになりました。秋葉には変な人しかいないわよ。あまり見かけない人です。白い爪襟で、それもリーゼントヘアなんです。団長？それでぶつかりそうになりながらも、時は来た、突入だ、カノンを捕らえるぞって叫んでいて、秋葉原駅の方に向かっていったみたいですけど、一体何があったのでしょうか。まさか入り口が現れたのか。急ぎましょう、レディオ会館よ。自警団に先を越されてしまうわ。あの何？どうかしたの？団長さんたちに秋葉原自警団に任せてはいけないのでしょうか。え？もしかしたらこうしてる間も新しい妄想が侵食しているかもしれません。団長さんやあかりさんと協力する選択肢はないのでしょうか。ないわ。ですよね。妄想は私たちが壊さなきゃいけないの。自警団なんかに任せておけないわ。さっき、熱くなりすぎちゃダメよ。女の子が冷静さをなくしちゃダメ。熱いハートはいつか恋をした時のために取っておきなさい。恋？そっちの顔の方がキュートよ。女の子特別でいたいのよね。特別？さてと、
それじゃあそろそろ開店の準備に取り掛かるわ。あんたたち行ってきなさい。そしてどうするべきか悩めばいいわ。悩む時間があるのも若いうちだけよ。イベントを起こすっち。でも何が起きるっち。